はい、高橋翔太郎です。ちょっとね、参政党だけちょっと全部今度から出てきたら記録しようと思いましてね。別に私が言ってるわけじゃないんでね、いいですか？私が言ってるわけじゃないんでね、いいかな？なんかコメントを書くやつがいるからね。いいけどさ、元の記事に書いてくれよな。元の記事にな、俺んとこにまあ書いてもいいけどさ、あんた自分をね、晒してね、覚悟で書くのはいいけどね、元の記事に書いてくれよ、ね、言ってくれよ、ね、参政党支持するのは別にね、勝手だからね、それはね。で、これ読みますね。これは結構、結構もうみんなね、これ言ってるんでね、ツイッター見てるともたくさん出てくるんで、書いてくる、読めるとこ読みますね。参政党員で看護師の野中伸介、ね、これも前回も言ったんですけどね、人々に、をしていたことが発覚し、批判殺到してますね、これね。こいつ本当にね、悪魔っていうのはね、天使の姿をしてるんですよね。参政党やばすぎる。書いてありますね。こんだけね、あれしたらね、あれ打ったらあれだってね、あれしてるのにさ、それしか言えなくて申し訳ないんですけどね。この本人がこれね、あれしね、打ちまくってんだよね。打ちまくり野郎なんだよ、こいつよ。綺麗事ばっか言いやがってよ。綺麗事ばっか言いやがってよ、野中伸介。おめえだよな。俺こんだけ出てたらな、まあ本人も見てるでしょうしね。見てると思いますね。野中伸介ってね、この名前をね、ちょっとね、やろうと思いますね。せっかく信じてたのにさ、この人、すごいいい人だなと思って、ただの看護師って書いてあるからね、ただの看護師って書いてあるからね、ああ、そうか、もう立派な人なんだ、まあ立派じゃなくてもいいけどね、立派じゃなくてもいいけどね、いい人なんだろうなってずっと思ってたんだけどね。ここで参政党っていうのが出てきてね、これでね、みんな浮き彫りになってんのね。どん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 ね、もう芋づる式にどんどん出てくるからね。もう参政党とつながったやつはもうみんなつながってるから。これはね、でまあそれをね、言ってんのはね、もうちゃんとやってくれてる人いっぱいいますからね。いろんな人を見てください。でね、依存心ね、依存心っていうのはですね、もう誰かがこの世界を変えてくれるっていう依存心ですね。これは私だってありますよ。私だってありますよ。でもね、そういう、なんていうかですね、団体とかいらないんですよ。みんながね、有効で聞かなきゃいいだけなんですよ。それでね、どん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 なくなっていくんですよ、有効で聞かなきゃね。それだけなんですよ。そんな、戦ったらダメですからね。戦ったらダメなんですよ。だから情報なんですよね。だから情報だから、知ることなんですよ。これ、打ちまくってるっていう、分かったらね、この人支持しないでしょ、みんな。ということでね、野中伸介、批判殺到、ね、これをちょっと書いてきますね。がっかりだよな。だから、この人ね、ちゃんとした人ならね、抜けてくれよ。抜けてくれよ。そんなに金が欲しいのかよ。欲しいけどね。欲しいけどね。欲しいけどね。はい。ということでね。でもね、これでお金稼いだらね、ちょっとね、後で後悔すると思うけどね。どうですかね。
はい、コメント書きたい人はね書いてくれ、うん、でも元の記事に書いてくれよな、できたらね。はい、うん、私これ見て言ってるだけでね、まあ、これあのこういう風に言ってる人ももう何回も言うけど、もういっぱい出てんだよこれね、ツイッターとかよく見てくださいね、よく見てください、もうね。はい、では、ありがとうございました、失礼します。